今日も多少風の影響が出る水面コンディションとなりました予選3日目の G2 徳山モーターボート大賞最終の12レース予選競争を迎えています今日もここまで勝利数では元世代がリードする展開となりまして終盤戦その元世代の逃げが続いていますさあここ人気の中心が1番の松井茂シリーズ初勝利に期待集まります この時間帯は少し追い風となっていますスタートライン上今日後半戦の中ではこの風やや強くなってきた水面状況となりました1コースに1番の松井ですこのレース大和世代は2人101機の2人2コースに2番の末永雄貴3コースに3番の後藤翔志パワーで襲いかかるでしょうかこの2人 4コース角1には4番、魚谷智之前半戦、競り負けての4着に終わりましたそして5コースに5番の伊藤正義前半戦は3着で乗り切りました6コースに6番の山本栄志ここは大外枠踏ん張りどころの一戦スタートライン上追い風のコンディションとなりました3日目の最終レースですスタートまでは10秒を切りました侵入体系はインコースから1番、2番、3番4番、5番、6番です スタートしましまたスタートを切ったのはセンター制34コースの2人が目立っている少し遅れた12コースですが伸び返す1番の松井松井が先頭を取る1マークまくり出しの形になる3番後藤後藤のまくり差しさあ1番の松井のうち並んできましたスタートは前提正常届いた3番後藤1番の松井と並んでいますその後ろ3番手は2番の末永6番の山本が内から続きます2マークの旋回3番の後藤が先行する1番の松井ここでは届きません 離されました外を回る形になりましてここで1番の松井2番手先頭とは一気に3点心半と差が開いています2番の末永すぐ後ろの2点審査3番手これから2周の1マークです先頭で3番の後藤2番手内から競りかける2番の末永ここでは1番の松井は振り切ります2番手1番の松井ここでリードは広がりました一方3番手2番末永の後ろ4番手から6番の山本が差を詰めています上位3点は3番1番2番 3 4番手、佐賀2手進と詰まりましたこの後ろに4番、大谷は5番手5番の伊藤が最高方2周2マークを回って3番手やや外を流れた2番の末永6番の山本がさらに差を詰めています時計前では34番手その差1手進半まで詰まりました2番の末永追いかける4番手6番の山本で最後の1マークですここはなんとかしのぐか2番の末永 その後ろは4番の魚谷が追い上げて4番手ラスイと変わります最後のバックテレッチに移りました2連単の3一1の組み合わせでは18.4倍のッツ3連単の3番、1番2番では67.8倍のッツ後ろまだ4番手2人は競り合いというところ3番手ここは2番の末永どうやら3番手は守りきりました先頭3番、後藤豪輪1番、松井豪輪2番、末永豪輪6番、4番接戦で豪輪 5番伊藤剛林。